立花明虎は、江戸時代前期の大名。筑後国柳川藩の第三代藩主。第二代藩主、立花忠重の四男。母は、伊達忠宗の娘で、江戸幕府将軍、徳川秀忠の幼女、宝雲院。性質は、本田安長の娘。幼名は、勝千代、通称は大輔。郷は英山。意味名は、署名が直しげで、ついで、 広ろししげる、げる、とした。昭法2年11月15日に、江戸にて生まれる。万寿元年4月19日、将軍、徳川悦那に、初めて配越。万寿2年12月27日、十五一下二除され、翌日、左近証言に任じられた。漢文4年うるう5月7日、父の隠居により、家督を継ぐ。12月27日、 十四位下に昇格した。翌年に、初めて両国に下り、衆門改めを始め、さらには、領内の検知を行って家中には、倹約を命じるなどして、藩の安定化に努めた。漢文十年、もう年家預かりとなっていた甲府藩家老、大田吉成親子を柳川藩で預かる。漢文十二年、父により遊兵された、初兄のしげらの不遇を憂い、 領内山和郡中山村に最地を与えて、遠方3年に、父が死去した翌年にはさらに加増した。遠方4年12月12日、日高民に改められる。元禄5年12月18日、自重に改められる。元禄9年7月4日、隠居して、家督を次男の官人に譲り、翌日には停発して、永山とこうした。 元六十年に不審法の田尻これさだに命じて、総面積約七千坪の集計亭という別邸を構えて有益の地とした。集計亭は後に、会所や、お花畑を経て、現在の立花市庭園となる。元六十五年六月二十三日に、柳川にて五十八歳の生涯を閉じた。総書は、カントラが回帰した、霊明寺。ありがとうございます。